はい、コナンです。オトモンドロップやっていきたいと思います。まずはガチャから。なかなか S ランク出ないよね、金の卵。厳しいです。青アシラ、せめてね、ハチミツパワー出てくれればいいのですが、ベアクロ厳しいです。今日はマレのスミカのステージ199-1陣王が各自ステージ、こちらを解放して倒すところまでやりたいと思います。まず隠しステージを解放するにはステージ199ババコンガ、こちらを11回クリアすると解放されます。おっと、いきなり樽出てきたね。これは美味しいですね。経験値がすごくたくさんゲットできるのでおすすめです。ちなみにこのステージ199はね、結構この樽出てくる確率 高いですね。なので周回するにはもしかしたらおすすめなのかもしれません。それではまず最初に今回使っているオトモン紹介しておきたいと思います。まだ S ランクパーティーではないのですが、まずは S ランクのリオレイヤー、こちらレベル46で装備スキルは癒しの雄たけび、スキルレベル4です。 A ランクのバサルモス、レベル43で装備スキルは癒しの雄たけび、スキルレベルは3です。回復スキルですね。そしてリーダーは S ランク迎春のキリン、レベル38で装備スキルは蜂蜜パワー、スキルレベル1です。3ターンの間 HP が徐々に回復です。 S ランクのベリオロス、レベル38で装備スキルは癒しの雄たけび、スキルレベルは3です。そして最後は A ランクのフルフル、レベル46で装備スキルは癒しの雄たけび、スキルレベルは3です。今回はこちらの5体で挑戦しています。このステージ、ステージ199、なかなかやりごたえがあるステージなので、回復スキルでもう5体ともにね持たせて挑戦しています。おっと、来たね、ババコンガ。これがね、なかなか厄介なんだよね。非常に強力なので、まずは序盤でなるべく、まあ今ナビルーのねスペシャルピース出しましたけども、5消しもしくは4消しでなるべくたくさんスペシャルピースを出して、自分のねオトモンの技ゲージをね貯める、それがポイントですね。そして回復スキルをどんどん出していく、うまくねこのペースに乗らないと、最初のねこの回復スキルがうまく発動できないとやられて終わってしまうという感じですね。うまくこんな感じで自分のペースに持ち込むことができれば、まあそんなにね負けることはないでしょう。ただちょっと倒すのにね時間がかかるけどね。さあ、蜂蜜パワーです。蜂蜜パワーはね3ターンの間回復ができるので非常におすすめです。ただね、必要ピース数が癒しの雄たけびよりも多いので、なかなかちょっと発動できずに、蜂蜜パワーだけだとね回復が発動できずに速攻でやられてしまうということがあるので、僕の場合はまず最初に癒しの雄たけびで回復して時間を稼いでおいて、途中からは蜂蜜パワーで3ターンの回復でつないでいくという作戦をとっています。その方がね勝率は高いよね。結構ね難易度が高いステージではそんなような作戦をとっていますね。どうなんでしょうね、皆さんは回復スキルは何を使っていますでしょうか。やはり蜂蜜パワーを使っている人が多いのかな。もしくはクルッペコから落とすことができる癒しの歌とかね、ババコンガが落とすキノコ食べ、あとフルフルの吸血なんかもありますね。ただフルフルの吸血もね、必要ピース数が15ということで、このポポからゲットできる癒しの雄たけびは必要ピース数が10なので、結構ね早く発動できるっていうのはいいよね。特にこのステージ199では最初のこの
スキルが発動できるかできないか、このあたりがね勝負を分ける感じあるので、まずは癒しの雄たけびもしくは道草採集なんかで、まあ回復量は少ないけども食いつないでおいて蜂蜜パワーで後半行くという作戦がね勝率高くていいんじゃないかと思います。さあ最後の1体行きましたね。さあこれで11回クリアしたんじゃないかと思いますけども、結構11回倒すっていうとね結構時間かかりましたね。1時間そんなにかかってないけど結構かかりました。さあ来ましたね、ステージ199-1、各地ステージを開放することができました。さあおすすめレベル55ということで非常に難易度高そうですが、やっていきましょう。ステージ199-1の神オーガ、一応ね弱点属性は氷属性なんですが非常に強いので、まあ、時間倒すのにね時間がかかってもいいよという方は、まあ氷属性の技よりも回復スキルを持っていった方が、まあ倒しやすいんじゃないかなと思います。今回星の条件はスコア26000以上、3チェイン以上、一撃で1万のダメージ、この3つですね。できればね今回星の方もゲットしていきたいと思います。まずなるべくねゴケシを狙ってスペシャルピース出していった方がいいと思います。あとはやはり4消し5消し回り消しというとこですね。とにかくおっとやられた、やられましたね。うまくね回復スキルが発動できないとこんな感じでやられてしまいます。さあ気を取り直してもう一回いきます。まずは最初は蜂蜜パワーを狙うよりは癒しの雄たけびをね発動していきたいなと思います。さあちょっと悩みますね。最初がねポイントなんだよね。うまくこちらのペースに持ち込めば勝利は見えてくるんですが、この攻撃いやらしいよね。さあひたすら消していきます。ご消しでお助けナビルーをね出していきたいと思います。攻撃が非常に強力、1回のターンでこれだけやられるっていうのはね厳しいよね。さあ蜂蜜パワーも結構溜まってきましたね。そしてリオレイヤーも溜まってきました。さあ相手は攻撃力アップ使ってきますね、非常に強力。さあここで蜂蜜パワー出します。これでしばらくちょっと安泰だと思います。3ターンの間ね回復できるので、それでも結構強力だよね。さあ4消し5消しでなるべくねこのスペシャルピースを出します。その方がね非常にコンボが続くので勝ちやすくなりますね。とにかく特大コンボを狙っていってライドオンに持ち込む作戦ですね。今回非常に強いのでライドオンを3回ぐらいはねやらないと厳しいんじゃないかなと思います。その方がスコアもね今回星の条件で26000以上というのがあるので、弱点属性を つけないので、まあ、今回はライドオンを多めに取るという作戦でいきましょう。さああのお助けナビルーはいつ使おうか、ライドオンに持ち込んでから使った方がいいのか迷うよね。しかしそんな余裕もないのでここは消していきます。さあこれでライドオンに持ち込みました。さああとはひたすら合わせましょう。なるべくね4消しを狙った方がコンボが続くんですが、なかなか難しいよね。僕もねまだこのライドオンの間が非常に苦手なんですが、さあどうだ31コンボ、まあまあでしょう。
今回あのジンオウガの隣にいるあれ何なんでしょうかね。見えない何かいますね。さあひたすらもうここまで来ればあとは繰り返しですね。ひたすらコンボ狙いで消していって回復していくという感じですね。なのでこのステージのポイントとしては一番最初の回復スキルがうまく2つ3つつながるかっていうところがポイントですね。もうそこまで来ればあとはもうその繰り返しでよっぽど負けることはないと思います。うまくね蜂蜜パワーが発動するまでがポイントって感じですね。さあ絆技は結構強力にダメージを与えることができます。さあだけどまだ陣容が体力あるね。どんだけあるんだっていう、さっきから何回もやっていますがなかなか見えてきませんね。長期戦になるという感じです。やはりこの長期戦になる時は回復スキル頼みだよね。でもこの感じだとこんなに回復スキルはなくてもいけるなという感じですね。後半はかなり余裕があるというか溢れているので最初のあの癒しの雄たけび来て蜂蜜パワー行くまでがポイントでその後は比較的余裕があります。さあ43コンボ44まだいけるか、来ましたね。さあこれでまだ見えない、まだ黄色ですね。まだおやっとゴールが見えてきたぞ。さあ特大コンボ、やはりスペシャルピースをたくさん出していった方がコンボが狙いやすいんでね。さあ蜂蜜パワー最後もう一回ライドオンでクリアという感じでしょうか。スコアの方は31万点を超えていますね。さあ皆さんはどんなお供でこのステージクリアしましたでしょうか。そのあたりもねコメント欄で教えていただければと思います。ただねなんかフレンドを見るとこの199-1まだ誰もやっていなかったのでやっぱり結構みんな苦しんでいるのかそれともあまりゲームプレイしていないのかちょっとよく分かりませんけども、さあクリアすることができました。隠しステージはね報酬がいいからね、まあぜひともねクリアしていくといいんじゃないでしょうか。おっとガチャチケットゲットです。経験値も結構たくさんゲットできましたね。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。